したロシアの作曲家詩曲を演奏することは、この演奏会の約束になりつつあります。第1回からイヴァン・ストラヴィンスキー、ダリル・ルービー、ショスタコビッチと演奏してまいりました。本日演奏する日本の詩曲は日本では初演となり、タチアナ・スミルノワさんの作品です。スミルノワ氏は自伝書の中で、日本という素晴らしい国も訪れたことはないけれど、若い頃から日本の詩に興味を持ち始め、読んだ詩を通しての日本の文化の理解はすごく直感的なもので、自分と想像しながらいろいろ考えたと書いています。それでは日本の詩曲より6曲を途中和歌を読みながら演奏してもらいます。メトソプラノヴァレンチナ・パンチェンコ、ピアノジュリア・レブでお聴きください。島隠れゆく船を静を思う、ほんのりと明るんでゆく明石の裏、その明石の裏に立ち込める朝霧の中を、島隠れに行く船をしみじみと感慨深く眺めることだ。雨の海に雲の波立ち月の触れ、星の林に時隠るみ、空は海、雲は波、星は林、そこへ月の船がこぎ入り、やがて遠ざかってゆく。Thank you.
しておるかと存じる。水面にさざ波が描き出す横糸の文様を、青焼き枝葉の影が縦糸となって織り出しているように見える。夢とこそ、夕べかりける世の中に、うつつあるものと思い出るかな。この世は夢とこそ言うべきであったのだ。世の中に確かな現実があるのと思っていたが、現実など存在せず、この世の中は夢そのものだったのだ。春霞に、たなびく山の桜花、見れども赤んの、君にもあるかな。春霞がたなびいている山の桜は、いくら見ても飽きることはない。それと同じように、いくらあっても飽きることはない。あなたのことは。
ずして分かれる袖の白玉を君が語ると包み手で行く。名残惜しく分かれる袖に光る白玉、涙を君の語りとして包んでいこう。
мы очень рады тому, что в мире сейчас очень много различных фестивалей, различных конкурсов. Но вот фестиваль такого года, это, наверное, уникальное явление, потому что мне кажется, что когда есть возможность познавать культуры и узнавать многое новое о стране, которую ты, может быть, мечтал когда-то увидеть, это замечательная возможность. И более того, есть такие люди, прекрасные люди, музыканты, причем музыканты очень, я бы сказала, высокого уровня, которые имеют вот такую мысль создать вот такой прекрасный фестиваль, где взаимо, вы согласитесь, что когда мы познаем, каждый из нас познает что-то новое, мы себя обогащаем и через себя культуру нашу. И вот когда такое взаимообогащение происходит, я думаю, что это самое прекрасное, что в нашей жизни. И более того, такое взаимообогащение, оно способствует тому, чтобы народы мира, они были вместе всегда, в самом прекрасном. А искусство, что может быть прекраснее? Спасибо вам большое. Спасибо организаторам фестиваля, которые вот такую мысль внедрили и, как говорится, мысль обрела реальные очертания. Спасибо им.皆様、温かい拍手、とてもとてもありがとうございました。このコンサートはやっぱり素晴らしかったです。世の中からさまざまな音楽フェスティバル、文化フェスティバルがありますけれども、こちらの高崎文化祭はユニークは特別と思います。どうしてこのことになりました？みんなが日本人の皆様、ロシア人の皆様、お互いに音楽を勉強したり、練習したり、そしてやっと楽しんでる。これは一番楽しいこと。人間の人生の中、一番楽しい、一番いいことです。本日音楽祭の主催者、ユリアネさん、レオニード・ボルチンさん、他の皆様に、もう心から感謝申し上げます。もう一度、ありがとうございます。全部で何曲演奏するのでしょう。思わず